ってんのね。そう、私にもこれだけなもしもし、こんばんは。こんばんは。カラオケを歌いましょう。あら、歌を持ってなくてすいませんでした。あれ、そこの辺にいるお客さんが悪いのに、何にも言われてません。幸せなし、ね、昨日酔っ払って何にも言われてません。幸せなし。で今日ついでに鍵を歌いましょうと言われてびっくりするんですよね。いつも急にですよ、この店。ああ別料金いただきますか。ねえ、別料金、1曲別料金いただきますか。なんか、私もギター弾きたいんだけどな。いいよ、今日はいいです。なんか、みんなギターが上手くて、もう恥ずかしくなる。なぜビール頼んじゃった。なんでビールいらねって。まあ今2曲歌おうなので、まあ大体みんなもうしてるんですけど、いつもありがとうございます。イエーイ。今ポールダンス練習してるんですけど、そのうち私のポールダンスね、ね、あと2年かかるけど。そこまで待っててください。いや、1曲目歌いましょう。コードわかんない。なんとなくいないです。1枚の歌なので365日。
ありがとうございます。イエーイ、かっけー。この曲はね、だいたい別れ歌なんですよね。あんまりね、いい意味じゃないよな。で、本当はもっとアゲアゲの歌を歌いたいと思うけど、でもね、みんなね、なんかね、もう眠そうなのに。で、次やる人は誰？マミちゃん？はーい。わーお。マミちゃんじゃない。マミちゃんまだ。ね、これからがないんですよ。で、次の歌は英語の歌なんですよ。アリシャ・キースっていう歌手なんです。 OK。We'll be right back.
それで割れましょう。